はい、じゃあチーム決まりました。今日は紅白戦で、まあ2キャラでいいか、1人1人2キャラ、2キャラっていうか2回、うん、2回、じゃあメインとサブぐらいで、うん、メインメインはなし、どうしますかね。まあ非推奨にしときますか。まあ同じキャラ2体は禁止ではないけど非推奨、うん、キャラとか人にもよるっていう感じで、うん、そんな感じです。はい、ありますよー、ありますよー。はい、じゃあ、ワンピーチームが、
川島、杉、バイパー、長州、坂本、マジックミラー号、ファーマー、ウネで 2P チームが、機械、おちゃる丸、破天荒、藤沼、金子、中島、忍、ハゲで2キャラ、2回ですね、1人2回、同キャラは一人で同キャラは禁止ではないですけど非推奨です。はい、じゃあ先方だけ決めてあとはもう行きたい人が行く、行きたい人が行く。じゃあ、今日はエキシビジョンなし、もうはい2回確実にやりたかったらもう早く行っちゃいましょう。じゃあ先方だけ リーダーが指名でいいかな。お、前方決まる。はい、 2P チームリーダーが先方を決めました。あれ、川島さんは、はい、試合中、川島さん、先方杉さん決まりました。 あと参加費まだなのが藤沼さんとバイパーさんと坂本さんでお願いします。杉さん 1P です。あ、マジックミラー号とファーマーってどっちがどっち？あ、原野がマジックミラー号、ファーマーがヤマトラ。じゃあ先方座ってください。あ、俺、2P はハゲで、こっちです。 2P の先方は私でした。マイク、先方ハゲさんと、あれ、あとこっちは杉ちゃん、杉さんと100円です、100円、ハゲさんとどうも、川島です。ということで、まあ、ゆるーく始まりました。1人2キャラ持ちの、紅白戦と、はい、よろしくお願いします。で、同じキャラを使うのは非推奨ということで、さあ、ハゲさんはキャラをなんか悩んでるぞ。さあ、杉ちゃんは短波溜めすぎですね、これね。バイソンフェイロンになりました。あれ違う、あ、ハゲさんがバイソンか。いや、ハゲさんフェイロンだよ。あ、ハゲさんフェイロン、あ、そうかそうか、スピーだもんね。サンパ溜めすぎなんで、S バイソン。おぉ、サンパ繋がる。と、さあガチガチ掴んで、と、めくれないが、めくりは難しいですね、バイソンね。さあ、どうなるんだこれは。おっと、起き上がりに劣化神経ぶっ刺さる。劣化神経入れてました、入れてましたね。リバーサル。お、これハゲさん使えるのか、実は、実は使えるのか、これ。あれ、アッパーレッグ、あ、遅いよ。さあ、さあ、タンパー溜めているのか。結構ハゲさん動きいいんじゃねえか、これ。おっと、これはめり込んだが、めり込んだの。さあ、じゃあ劣化神経でフォロー、うちのチームはそれがぶっ刺さる。
じゃあやりますね。マジックミラーさんかファーマーさん、どちらか行きたい方だよ。さあ、先ファーマーさん、先方とのシロ組と出てくるのはファーマーさん。ファーマーさん、サード勢の方ですかね。キャラは、2回使えて、自由なので、なんか使いたいキャラでいい。さあ、1キャラ目はホンダ。お、いいですね。おっと、これキャラの被せ方知ってるぞ、これ知ってるよ、これ被せ方知ってる。さあ、ハゲさんどうすんだこれ。お、なんかコパンをさあ、コパンを猛烈に振ってるが、対空出ないで。さあ、これきつい。おおおおおっと、大いちょうしっかりしているさあ、ハゲさんがキレ気味ですね。ハゲさん、ハゲさんキレ気味です。おっと、6%じゃないですか、今 6% 引いたんじゃないの今。さあ、置き攻めはちょっと行きづらい。やっとめくりになってるか。いい、おっと、対空出る。表だった。おお、よく今3ヒット。でもよくつなぎましたね、今ね。よくよくつないでった、うん、結構本当だって難しくて、あ、なんか劣化ゲームでつながらない時もあるし、最初体力ね、取られないのが大事なんですよね、これね。さあ、太鼓は出ない。太鼓は出ない。半分ゲットそう、ここでピヨって膝蹴り。さあ、どうすんだこれ、この体力さ。ちゃんとはい、めり込んだ。ゼロドット相撲の技で殺した。さあ、これが相打ちになってさあ、じゃあ、2人目どうしよう。さあ、機械さんチームは2人目じゃあ、さあ、どうしましょうか。あ、破天荒さん。あ、じゃあ破天荒さんお願いします。あ、破天荒さんがもう座ってた。自主的に座ってた、やる気満々だったそして S 流。 S 流さあ、やる気満々だこれは。でもファーマーさん、まあ、かなりできますね。あ、しかし流線は難しいんで、玉よけをなんとかして。これはまあ普段もやってる対戦でしょう。はい、さあ、対空しっかり。さすがの破天荒流、ね、これは衣装的にはちょっときついですかね。おっと、めくってめくってピヨッと3段決めて、 あとは波動を足払いということで、破天荒さんが勝利。さあ、ワンピー側。次は、ワンピー側、マジックミラーゴーさんですね。マジックミラーゴーさん。さあさあ、キャラは竜を選択ですね。さあ、マジックミラーさん対破天荒さんの S 竜。さあ、いいよ。さあ、飛び。さあ、マーイドリが絶妙ですね、この近い場合。これは繋がらず、昇竜割られて投げにはいけず。さあ、しっかりガードはするところはして、対空出る。さあ、波動重ね出ますね、昇竜。破天荒さん、対空出ますね。さあ、お、対空出ますよ、これ。さあ、裏から投げ。さあ、ゲージが溜まる前に、なん、さあ、飛んでいく。さあ、飛んでいったが、長いです。さあ、画面端を追い込んで。あ、きつい、これは。早い、波動が早い。さあ、今のは昇竜ダメな位置ですね、今、よくガードしました。あの、先端はダメなんですよね。ロケットや。そう、手堅いぞ、破天荒さん。2連勝。さあ、ワンピーどうする、ワンピーどうする。どうしましょうか。S 竜、S 竜だから。お、うねくん、お、タンパ食べようね、いっちゃいますか。あ、なるほど。じゃあ、うねくんがタンパ食べようねということで、うね、うね S バイソン。さあ、S バイソン。さあ、ね、この間ちょっとうねくんと特訓したんで、さあ、どうでしょう、変わってるんでしょうか。 S バイソンはね、嫌なんですよね、これね。さあ、いいですね、ヘッドで玉よけうまいですよ。さあ、しゃがみアッパーね、あいうち、オッケー。あ、さあ、さすがに、さあ、タンパが刺さって、で、これは死ぬ。
おお。じゃあちゃんと3段できましたね、今ね。ちゃんと3段入れてくるな。あえて難しいコンボ決めていく。ああ、受け身はないんだよな。さあ、タンパは溜めているのか。さあ、いっす。これはさあ、タンパを捨てることもね、ストレートが強い強い。さあ、ゴチゴチから、さあ、しゃがみ、さあ、そろそろなんかタンパが来んじゃねえか。まだ来ない、まだ来ない、まだ溜めてる、まだ溜めてるか、これしっかり、まだ、あ、来たぞ、おーったらアドに引っかかった。さあ、どうする。いや、でも今のタンパはなんか安いタンパだったような気がするから。あざあざあ、あーっと、ストレートが強い。これ、相手でも死んじゃう、相手でも死んじゃうぞ、これが、どうなんだ、どうなんだ、これ、あ、どうで、あ、ちょっと、おーっと、タンパが届かない。ここで、伸びきって、もう少しだったが届くそうで、強気の波動で、切り返してって、さあ、いいよ。さあ、昇竜、さあ、ちょっと早かったか。さあ、裏から、チューチューガード。さあ、アントミセーフ。あー、なんか、ラッシュで、ラッシュでなんか体力が全然ね。さあ、アイスバイソン強かった。さあ、ダンパためよれ、押し切りましたね。破天荒さんが敗れたので、さあ、どうしますか、機械さん。どうしようかな、誰行こうかな。腐ってもバイソン、腐ってもバイソンなんで。強いっすよ。じゃあ、おちゃる丸、おちゃる丸さんに行ってもらいましょう。もうエンドリーゲームがね、これはおちゃる丸、このゲーセンではおちゃる丸と、いうことになってるそうです。そしてキャラカブスで映ってるのでザンギと、ザンギですね、いうことで。さあ、しかしザンギもね、簡単ではないですよ、これ。簡単ではない、うん、簡単ではないが、まあいける方でしょう、これは。まあ、S バイソンなんでね、そこはだいぶ楽な方ですけど。さあ、足払いを仕掛けてくる、このバイソン。ダッシュストレートはもう、なんかもう完全に防がれてますね。さあ、ただ地味に、地道に体力を奪ってって、あーっと、ここで足払いがぶっ刺さる。ぐるぐる回ってるだけですよ。さあ、戦い方しっかり変えてますね。さあ、画面端でスクリューですって、もう一回いけんのか。いけなかった。さあ、飛びをミスったが、じゃんけんポン。おっと、足払いが刺さりまくって、あ、危ない危ない。さあ、またぐるぐる回り出しましたね。さあ、ザンギはとりあえず画面端に追い込んでって、追い込んでって、さあ、誘致 OK。 さあ、あっと、ここで、あっと、スクリューが届かなかった。2回ぐらい死んでしまう。やばい、これ、おちゃる丸さんが、お茶丸くんのおちゃる丸くん、おちゃる丸さんが倒れて、どうしようかな、次。じゃあ、藤沼くんに行ってもらおうかな。中島さん、中島さん、2キャラ、2キャラ、1人2キャラだから、これ。さあ、中島さんのホンダですね、サブキャラのホンダ。さあ、中島ホンダ強いですよ、結構。中島ホンダ結構強いね。結構ありますよ。しかし、おーっ、まあ、ウネバイソンも上からよーっといって、これ知ってるな。背中に刺さる。小足百列とかね、テクイ、テクイっすよね。あれができるとなんかホンダスカーっぽい。あ、ユチ、あー、張り手がいって、とっとっと、さあ、鬼武装。ホンダ、ホンダ、ホンダどうしよう。しっかり仕事しました。長州さんはサブキャラどうします？なんか使う？お、長州さん？長州さん、ザンギじゃね、サブ。これ。
いやいやいや、剣にキャラで行くんだったら剣で行ってもらおうかなと思ったんですけど、まあ非推奨だからね、同じキャラ2キャラはバイパーガイル。坂本くんは、坂本くんはサガット、サガットどう、今度やりたくない、面白くない、あ、いいっすよ。じゃあ坂本、サガットで行ってもらいましょうか。坂本、サガット来るぞ、俺さあ、まあ、確かにホンダはね、なかなか入りづらいんだよね。いや、結構強め、そう、2キャラ、2キャラさあ、坂本くんの下がったね、最近かなり上り調子なんで。さあ、といっても、どうでしょう、中島ホンダ強いですよ。さあ、いい勝負だと思いますが、おっと、ホンダがさあ、タイガーに、中島本田動きがいい。あ、見てから、これもう完全下見てから打ってますね、今ね。さあ、これはうまい。さあ、思い切って反応良ければ間に合うんですよね、あの下タイガーに、あのスーパーズ好きは。あっ、あーっと、テクイ、長田投げですね、今長田投げですよ。小足を振って投げと。おお、よく打たなかった今タイガー。さあ、上タイガーはやり過ごす。さあ、裏からダイヤシ。さあ、前に歩いてるときはね、ためがないんで、ここはタイガー打てるけど飛びがあるよ。じわじわ前に来て、さあ張り手、アパカー。あーっと、対空しっかりだった。やっぱいい勝負ですねこれね。さあ、どうなるか。ドスコイ来る。あー、これはお次確定した。おっと、画面端いって、うっ、さあ、上タイガー、さあ、いいよ、下下下上、うっ、うっと、下先を右見ろ、ドスコイが刺さる。あと一発で死んでしまうぜ。気安く下も打てないが、どうするどうする、上、さあ、ここはスタモンがあるが、あ、上、下、下の時にドスコイだった。読まれてた、粘り強かった。さあ、坂本下がったのがやられてしまう。あ、強いぞ中島本田。どうしよう、これね、どうしようかな。弾とかなんか中途半端なキャラやられますからね、これね。これちょっと強めの人じゃないとね、ちょっと倒せないと思うんで。バイパー長州カーシムさんがまだ1回も出てないってことね。これが DJ で行こうか、じゃあ。あー、じゃあカワシム DJ、はい、まあ確かにキャラ相性的にはいいかもしれん。さあ、出てくるのは川島 DJ。 ホンダ DJ はホンダきついと言われてますが、んこれは、お、画面端、さあ、めくりは、お、避けて、こっからがホンダきついんだよな。エアスラを避けて避けて避けて、おっと、画面端に追い込んで、おお、強い。これはやっぱ端っこ行かないとね、勝負にならないんでね。さあ、おっと、ピオリーチだったが、これ投げ返して、さあ、本画面端までは結構ある。これをかわしてかわしてかわして、前に進まないといけない本田。どう踏んでしまって、あっ、あー、ゼロドットどうすんだこれ。あーっと、飛んできた。さあ、キャラ差を生かして勝てるのか。さ
あ、じわじわ寄ってくる中島本田。おーっと、ここでピオ出せて、しっかりザンダー、強いぞこれ、強えぞやばいやばいと言ってるカーシム、これはどうした。あーっと、バイパー長州いずね、一人でまだ出てないのが、あえなく負けてしまいました。ただバイパーさんはガイルで、長州さんのサブが残儀ということで、どうしようかな。さあ悩んでる、悩んでるぞこれは。出るのか長州、お、残儀を使わなきゃいいんだろうと言って長州が出てったが、何を使うんだ。剣でいいよ、剣は非推奨だぞ、非推奨非推奨の剣、非推奨キャラを使うのか。おっと、ここで長州竜、これは見たことがない。マジでなんだこの色ファンタジスタカラーじゃない。なんか嫌な予感がする、長州竜。まあただ基本的には剣と、剣を使ってるんで、まあ竜も使えるんじゃないかと。むしろパワーアップまである。あーっと、なんか百裂が早い早い、押し込み昇竜、押し込み昇竜やるわ。さあ波動がちょっと打ちづらいぞ、打ちづらいぞ、打ちづらいと。ダイクは出ない、おじいちゃん、おじいちゃん、さあ頑張って。あーっと、シンクを合わせてった、入れ込んでスーパーズスが来た時に押してましたね今ね、多分。さあ無理やりキャラ差で、お、これはなんかこうかわし方はやっぱのらりくらい知ってますね。さあ波動でアントビから離して、さあ打たない。さあ竜巻で逃げてった、無理はしない、ガードガード、オッケーオッケー。さあ、飛び、あーっと、画面端、これ死んだか。おお、ピヨった。中島本田強い。さあ、長州さんは苦笑いですね。さあ、長州竜、あーっと、あ、画面端。さあ、なんとか粘って、水ちゃんがうまい。あー、これもう弾打ちづらいが、気合で打ち返して、さあ対空は、あっと、あっと、あ、めくられる。おーっと、これめしっかり勝利出してった。さあが、真空が出なかったっぽいですね今。さあどうなるこれ。おっと、あーっと、長州ちゃん、さすがサーブの竜でもきつかったか。終竜も死んでしまう。さあ残るはバイパー、バイパーさんパスと言ってるが、バイパーさんがパス、本当わからないからダメだと。どうしようか、うねくん、うねくんいける、いい、あ、うねくんいい。さあ2キャラ目、メインキャラで出てくるのはここでうねくんに頑張ってもらって、さあ4キャラ、3、4キャラちょっと倒してもらって、ちょっとメインキャラで、もう頼むわ、潰しに行かないとこれはまずいだろうということでしょう。さあしかし中島さんね、中島コンタなんかいきなり大逆に出てくるな。さあガイルもこれはね、ワンチャンで死にますからねこれね、ガイルは。ソニック、ソニックでなんとかこの前をキープすれば、速い。さあスイジャンでかわして、さあいいよ、はい、ソニック。さあ中島さんどうする、さあどうなる。さあここはソニック、おお、ここはさすがメインキャラ。さあ右でしたね、でもね、危ないな、強いぞ。さあジャークドットへ、さあな、たまらしいですね。さすがにこわ、キャラ差を効かして、なんとか勝ってほしい。あれピオリーチやもんな。あっと、頑った今、これで投げ返した。あっと、食らって、おいしょ、おっと、おっ、あと打ちづらい、ソニックは打ちづらい。強っ、強っ、強気。
おっと2ツーヒット、ここでソニックに合わせてくる、勝負強い。これはちょっと大悟さん、うねがえるが、うねがえるが、大悟さんこれそのままいっちゃうんじゃないか、そのままいっちゃうんじゃないか、これどうする、これちょっとこのタイミングで今はちょっと長州剣とか出てもちょっとなんかやられそうな雰囲気あるしな出しづらいね。さあどうする、やばいと言ってるぞ、やばいと言ってるぞ、これ大悟さん、中島本の予想が強かった。マジックミラーさんとファーマーさんは何使いますか、キャラは。S ケンいらっしゃった、あ、S ケンがいた、やばい、この S ケンがいた、ホンダの天敵いましたわ、天敵お願いします。さあただノリに乗ってる中島ホンダ、ここはねさすがにS ケンというキャラの強さを生かして押し付けてほしい。あこれはなんか X3 よりもきついんじゃねえかと思うんだけどな。いや今結構ホンダの動きを、ね、見てたんで結構分かってると思うんですよ。さあこれはめくりか、あいいよ、いいですよ。あじわ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 寄ってきて寄ってきて、おっとめくりカード、あおっとここで大一応テクイ、さあ波動は打たせないぞと攻める、こうラッシュラッシュ、おーっとここ読み切って中島本田何連勝だこれは、結構連勝、結構連勝、やばい、サブキャラのレベルでこれはちょっとやばいぞ、やばいっすね。さあ本田に対してやっぱり玉持ちがいいんではないだろうか、まあ龍拳 DJ ガイルあたりが、ただ使える人がめんどくさいから長州剣が言った、めんどくさいと、めんどくさいと。さあメインキャラ長州剣が出てきた、お願いします。さすがに本田戦はもうさるほどやってるでしょう。なんか急に静かになったぞ、あっとめくりから集中大昇龍しっかりしている。ハドゲン手がたい、さあセオリー通り波動で押してって踏ませた。さあ画面端ホンダきつい、これねホンダ側でやると分かるんですけどね、弾よけるのがねかなりレベルが高くて難しいんですよね。おどこで踏んでしまった、なかなか近寄れない、近寄れない、体育足払い、さあどうやって崩していく、長州さんとっと、いや時間がまだある。さあ画面端に行ったか、オッケー、ありがとうございます。いやーただかなりいい仕事してくれました中島本田。さあじゃあこちらはどうしようかな、あじゃあザンギー出たい、藤沼くんが出たいということで藤沼ザンギーと
黄色黄色、背景も黄色。あ、勝利がなぜか全部刺さるぞ。あれ回してるんですか。回してるからだな。さあ、あと一発の体力が来ました。中足波動。さあ、長州さんが落ち着いている。さあ、対する藤沼さんは、さあ、波動ほとんど打ってくれないんでね、ダブラリーチャンスがなかなかない。さあ、ここで掴んだ。おー、なんか掴んでるぞ。先ほどあのあれだけさっきの勝利を見せていたから、これいけるんじゃねえかと。そうそうそう、指摘があるんですね。さあ、これでさあ、さすがにここはさすがメインキャラ強い。ここは昇竜拳が、昇竜拳とつかみのタグだけど、機械金子しのぶさんがまだ出てない。あ、じゃあしのぶさん、あ、じゃあしのぶさんがここでサード勢ですか。さあ、サード勢のこれを倒すと結構美味しいぞ。さあ、サード勢では一番強いと。口がでかすぎる DJ ですね。さあ、出てくるのは DJ。 なんか動きにキレがあるぞ。しかし弾は踏んづける。さあ、さあ、弾打ち上手いですね。弾前飛び台足。しかし剣のこのね、ダメ取りかごきついんですよね、DJ。 さあ、画面端ちょっときついか。これね、波動一回避けないといけない。そうなんですよね。さあ、ただおっと、長州、これが長州キック、これが噂の DJ 相手にもやってくる。前ジャンプコキックからのレッパーです、ね、どうせレッパーで死ぬだろうぐらいの。そうそう、さあ、相性的にはね、 DJ がちょっと有利な組み合わせでありますが、画面中央打ち合いになってるが、さあ、ここは大学の前だった。さあ、ちょっと高かったが、めくりきた。おー、マーシンガン、まあ、6位と、おっと、対空しっかりしてる。しっかりカバーしましたね。素晴らしい。さあ、もう一回前ジャンプは波動。さあ、これは、おっと、エア、とっと、マシンガン対空でしたね。DJ にめくり、かなり難しいですよ、多分。これは結構動きがいいんじゃないか、これは。エアスラー、おー、来たが、ちょっと覚えればかなり強くなります。あ、あれ足も入んだ。さあ、画面入り、ちょっときついか、これ。お、足届く、飛び切り当てて。さあ、長州さんがうろうろしてる。さあ、どっかで仕掛ける、どっかで仕掛けないといけない。あー、見えてるか。どう、これリバーの音、まだある、まだある。うわあ、いい動きだったが。いやー、強いですね、しのぶさん。ナイスムーブです。さあ、長州拳がなんとか踏みとどまって、なんでもいいんだよ、やりたいキャラに。2キャラでもいい。ちゃんとガイル2体はね、非推奨らしいんで使ってもいいけど、非推奨。あ、チュンリーですね、金子チュンリーですね。サブはチュンリーだったんだ。長州拳対金子チュンリー。長州拳対金子チュンリー。さあ、おっと、飛び込みが入ったが、お、金子チュンリー結構動きいいぞ、これ。さあ、勝利を透かしてしっかり投げてった。大丈夫です、長州さんは落ち着いている。さあ、まあ、剣はね、これ波動が潰されるのがね、辛いんですよね。さあ、地上戦中心で、さあ、前にどんどん進んでくる。来た、前飛び。さあ、前に出て波動が来た時はガードしっかり。
さあちょっと攻めづらそうだが、ここで切り返していって、おっと長州からのつかみ、俊李にもやってくる。これ有効なのかこれ。俊李が対空間違えなければ、あっと飛びを波動拳、さあなんだ波動、なんだ波動、ナイス波動拳ですね。逆にさあ波動ガンガンガードして前に歩いてくれ。あさあしかし戦列をためないと、あー戦列のゲージはないが対空さあ台足でと、ここに元キックで相打ち、しかし体力は勝利、飛んでったが落とされた。さあ割り切った動きでね、かなりいいチュンリーだったと思いますが、さあこれ機械さんが席を立って、さあなんでしょうキャラは、機械ベガですね。さあしかしベガ剣ワンチャンでベガは死ぬ可能性ありますねこれね。さあやばいよこれ。さあ大一般で潰して膝には行かず大足を選択。さあ機械ベガが大足だけで死ぬのか、長州にさあ昇龍ぶち当たってめくりからひあ投げ。さあ一回ベガね転ぶとあのタクがきついですね。さあ大足さあ掴みに行ったがガード。さあ昇龍コーパンで止めて、さあベガは上を取ってダメージを取るしかないが、昇龍で落とされて膝。さあ長州に行くのか、昇龍空振って、お投げ返しの機会ですねこれね。さあ昇龍2回転目に当たる、小足から膝投げ。さあ機械さんは澄ました顔でさあ戻ってまいりました。さあ機械さんどうしますか。さあ長州拳かなり盛り返していってますね。やはりメインでいくしかない。さあ残ってるのは、機械さん、おちゃる丸くん、破天荒さん、藤沼くん、金くん、あ、ハゲさんのダルシムでいくか、ハゲダルシムでいく。さあダルシムかなかな、うん、ハゲさんのダルシム。 S 下がでもよかったと言ってる。ハゲダルシムですね。ダルシムはしかしワンチャンで持ってかれる可能性がある。さあハゲさんアグレッシブ、テレポーテーション、いいテレポート出ましたね。さあ昇龍あー燃えて、それ安全じゃないんでね気をつけないと飛ばれて死にますよそれ。あなんか飛びが入りそうな匂いがする。おっとしゃがみくらいだったか、タチシューパンが使って、これが長州。やっぱ昔からの人はやっぱダルシムとガエルうまいですよね。まるでこう自分がやってるかのようにかわしも見てますけど、さあしゃがみくらいから膝で使われて、さあ大足、さあ勝利カスあたりから、ここはテレポ、テレポうまいな、いいですね。あっと危ないよダーピオ、あーさあこれが長州。これが長州。アッパーレッパをやりに行って失敗して。もう一回入れる。なんか均衡が取れてきましたね。長州拳が5連勝ですね、うん、今5分ですね、5分。さあ機械チームは悩んでますよ逆に。さあ これはこのままだと長州さんが俺すごい強いんじゃないかって勘違いするからね、誰か倒さないといけないですね。島さんが呼ばれて、うん、俺もしかして結構強いとかって思っちゃうんだね。中島さんがね、中野魂をね。さあここは中島さん、中島がいる。さあまあ大体ホンダの方が良かったってなるパターンですけどね、中島さんガエル一品ですからね。ガエル剣は
対空がやっぱしっかりしてますね。さあ、大足。やっぱね、あゆち。さあ、昇竜が。と痛い昇竜が。うわヒット確認からの膝。やばい、これ乗ってきてますね、長州さん。あげばさん。でも、やっぱ落ち着いてますね、中島さんね。しっかりしてます。強気の波動拳。どっから飛ばなきゃいけないのかな。さあ出さず、お長州やっぱり分けたんだね。なって思うんだ。さあ長州これが長州。やばい、長州さん強いかもしれないと思い始めてくれるね。これが長州ですね。長州さんがかっこいい機械が俺いっちゃう6連勝。剣戦ってこうやってやるんだよ。最近みたいな、これで、1、2、3、4、5、6、7、8、10対10。長州さんが金子機械中島サンガエルを全部俺がやると言ってますね。すごいですねそらそうだ、金子から出せよガイル全部勝たすから言うてますね。機械さん言うね。機械ガイル対長州拳。さあ大足当たらず。いいですね。あ、機械、あ、機械さんじゃない、長州さんの玉打ちが数えろみたいなね、結構強気でいい感じに押してますね。さあこの1回の飛びで画面が一気に後ろに行く。さあ前歩いて、さあこの画面端を背負ってからのね動きがガイルの腕の見せ所です。さあうわこれは新しい長州ムーブですね。長州さんが俺強いかもって思うパターンの火だな。8個パンスカシから、ね、何をしにこれはすごいわ。機械さんかっこいい、機械さんがかっこいいわ。レバーを前に入れた機械さんがね、これすごいですね。機械さんが乗ってきた、狂犬っぽくなってきたよ、機械さん。投げから歩いて投げって何だあれ。レッパーが台無しですね、あれね。飛んでくるぞ、このガイルは。崩れましたね。あー、やりに行ったが、ここはしょうがないですね。ここはもう、お願いしちゃいましょうか。あ、バイパーさんか。あ、でもキャラどうします。あ、バイパーさんはこれ竜でいきますかね。バイパーさんが竜で、さあバイパー竜、バイパー竜来ましたね。バイパー竜、さあ竜ガイル大好きですからね、バイパーさん。機械さんもね、何もしないで待ってました。画面の詰め方うまいっすね。さあ投げ、大ゴスから投げる。さあ通りは空振って投げ、波動拳、お波動タイプ、ナイスガード。これも機械さんのクオリティって感じですね。いやアントビー、ナイスアントビー。なんか、なぜかホッとする、ミスったのにホッとするっていうね。まあ、多少は大ゴスから投げ、さっきは飛んでくる。さあ、めくりかな、キューパン、ダイヤシでピューンとなったか。死んだか、死んじゃいますね、確かにね。さあ、あかん。バイパーさん集中している。やばい、トミーさあ、と止めたのは機械団が止まってしまった今。機械ガイルがバイパー竜にやられて
さあワイパー流、さあどうしますか。しのぶさんか金子さんか藤沼さんか破天荒さんかおちゃる丸さん。あ、金子くんがいるんだ。さあまたしてもここはガイル。さあ次は金子ガイルですね。金子がニヤニヤしながら食われましたね。さあチケさん、流線ってこうやってやるんですよ。金子ガイル感じで見ててくれるんでしょうか。開幕ソニック打ってきましたね。ガイさんとは違うぞ。球打ってくるよ。いいですね。さあ、スワットでライアシが下がる。避けて、避けて、避けて。頭よけうまいですね。さあ、ここはない。さあ、ライオシの上げは通らず。硬いっすね、金子ね。さあ、ここは真空ガード。東のガード。おー、いい台足入りましたね。さあ、いい形。いや、前ジャンプ硬いね。ここは金子ガイルの4倍1枚立て。さあ、ライオンですから、パーショウリュが漏れて、ここから、来た来た。ハドウケン、ナイスハドウケン。さあ、ハンプリから、強いです。いい連携ですね。ずるいパンチが入って。さあ、大概。うわぁ、ハドウケンでしたな。ゴリゴリですね。ゴリゴリ。いい動きです。さあ、3本目。ここで金子くんが負けると。いい三段が入っちゃって。あ、ピヨンなかった。ピヨンやと。金子、天然ワンやですね。あ、でもソニック入ったから、美味しい。いい投げが入りまして。追い詰めているのは金子。金子が前に来る。あ、うまいな、川又っぽい。待って。さあ、これどうなの、どうなの。さあ、熱い戦い、ここは決まず。でもね、宇賀県怖いから、ゆかすにはね。あー、一瞬待った隙にソニック。運が悪いね。一瞬遅れただけですね。ガイル、ガイルどうしましょうか。俺が潰しといた方がいいと思うんですけど、どう思いますか皆さん。チュンリーガイルはね、ちょっときついと思います。多分チュンリーガイルね、なかなかね、僕も分かんないですからね。これがちょっと分かんないで、坂本くん行く。坂本くんが行く。じゃあきついよね、でも。さあ、テレポ全員違い行きます。あ、と思ったけど、坂本くんがめちゃめちゃいい姿勢でコーヒー片手に。坂本くんの下がってですね。さあ、ガイル戦結構やってるんで、動きはかなりレベルが高いものがあると思うんで、ちょっと見応えのある試合になると思います。さあ、とは言ってもね、ガイルが結構有利なカードなんで、サガット側がちょっと難しいですね。7-3、7-3近くある。しかし、玉内が神がかっている。金子は来ないですね。そばっこでも前に来ないし、様子を見ている。さあ、さらに下体が、ナイスガード。前取りからタイガー、タイガー。さあ、小足で勝つ。スタブを一方的に潰しました。うわ、大一般うまいな。さあ、ここは坂本サガット、ナイスムーブ。腰がうまい。さあ、今度は打って変わって前に出てくる。さっぱり打ち。画面を押し返す。さあ、小足強いな。あれ、あれがショットが速いっすね。さあ、まあ、いい直ライパン。あー、きつい。これはきつい。後ろそばっとですね。あの、ムエタイコキックでね、よくなんか技をいろいろ潰してますね。
さあここはこっちに入らず、さあこの前になってからねギリギリ難しい。ナイス、よく待ってた。タイガータイガー、うまい。さあ当たらず、さあしかし体力は坂本さんがリード。さあどうする、サガットがいけるのか。お強気強気したタイガー、つい黙っちゃったけどね。なんと金子ガイルを坂本サガット倒しました。ありがとうございます。坂本君がガイルを撃破。さあ機械さんどうしましょう。下がっとるですよ、破天荒さん。さあこのゲームのシナリオ通りの組み合わせ、破天荒流ですね。勝ったらストリートファイター1、投げ。負けたら龍下がっとはね、いいカードです。ゴブユニットも言えないカードですか。ほぼゴブですかね。ナイスアバターで、この組み合わせどうなんでしょうね。かなりいい勝負になると思いますよ。さあ龍側としては真空がないときつい。さあ真空溜まって、前歩きからアーバが、これは坂本さん強いですね。いいですね、集中してます。食べたいわ。波動拳強気になってきた。ジャンプが通って、ここは内から、投げ、スパガード中腰から、投げ。ここから。あれって、あーちょっと見すぎたいな。なんかちょっとね期待しちゃいましたね、みんなね。一瞬ちょっとね。見てからジェノサイドとか来るんだね。下がったにジェノサイドがあるんでね、迂闊に波動打つとそこに割られるんで、破天荒さんもかなり見ながら波動打ってたんですけど。ここはかなり落ちてる坂本下がったが。上タイヤ、下タイヤ、さあ、バンカー出ず。さあ、しかし、さあ、画面端に追いやる。いいですね、球打ちのうまい。ああ、そしてしまうが、上タイヤ返して、さあ、ここは裏に行けず、下がってめくるのはかなりね、至難の技なんですね。まあ、破天荒流を坂本下がったわ。お茶丸さん、忍さん、どっち？さああと2人ですね。あ、3人ですね。忍さんと藤沼くんとお茶丸くん。さあ忍さん、さあ2キャラ目は何でしょうか。さあ龍ですね、2キャラ目龍。さあ先ほど DJ でかなりいいムーブをしてたので、龍もかなり動かせる方だと思います。さあダイヤシー、さあここは波動、本当さんの動きがいいですね。沖縄中波動、さあ小足中足波動拳、昇竜拳でピオル。ああいうのかっこいいね。まだできるようになりたいわ。押しが強いですね。それもやるほどビビってね、手前でガードみたいな。さあ坂本君は今の1本目のムーブで忍さんの動きをインストールできたのかな。さあここは飛んでくる。タイガー、タイガー前飛びから勝利返されて、勝利からの
裏回り。さあここはやっぱね、そうですね、よくアッパが出しましたね、今ね竜巻に出なかったみたいな、ちょっと遅かったかなと思ったら出なかった、竜巻やったら。お、さあここは何も打たない、お互い様子見てます。さあ割り切ったタイガー2が刺さったが、アパカが裏から竜巻で、これが竜巻か通常ジャンプかで見立てになるんですね。さあダイゴスにタイガー刺さって落ち着いてます。さあ真空がまだないのでこれで溜まって、うわー勝利出ますね、勝利。さあその波動はジェノサイドを食らう可能性があるんで、これ前ジャンプ。さあ真空ガードから、さあ熱いぞ、さあどうなる、あー、しまったー、昇竜やすかるね、本当ちゃんとできてたんですけどね。さあかなりいい勝負でした。さあ勝ったのは坂本サガット、おちゃる丸さん。さあ次はおちゃる丸くん、いいですね、ここでここであの野郎が来ましたね。おちゃる丸さん最高ですね。さあ色は、極悪の魔王丸からですね。ひょうひょうひょうと、さあ最近でもかなりあのひょうの行く行かないのね、あのなんか軌道の使い方っていうんですか、あれがかなり上手くなってきてるんで結構厄介になってきますね。いいですね、これ頼もしい。さあなんとか坂本サガット、さあ裏行って、これは潰せる、安いが投げ減らねえな、来るな、相打ち、すごいプレーですね、これアパカ相打ち。さあ伸びきりアパカが当たって、ここはテラー、あーっ三角飛び、いいね、まさかの三角飛びでした。さああとは、カワシム、杉、バイパー、マジックミラー、マジックミラーさんいきますか。なあキャラは何でしたっけ、マジックミラー、シュンリーか、シュンリーどうしたなー、バルログなんでね、杉ちゃんはガイルでどう、ガイルちゃんどういける、ガイル結構ねバルログに対して、うん、空対空頑張れば、いやチュンリーはねちょっとバルログきついんでね。さあ次ガイルがバルログ戦どうなのかな、ソニック打てないね、出そうとしてるんだけど爪で潰されてるわ出際を潰される。オッケーナイス球、あーガードおおオッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、あう惜しい惜しい惜しい、いけそうな気がするね。おーいいソバット、スライディングにはねあれがいいんです。あとは台足で相打ちか、相打ちだとでもだいぶ美味しくないかな、ね、痛い痛い痛い、はい、刺され、サマー刺され刺され爪に爪に、おあっあーいーなんだそれは、あーたらーどうしましょうか。あじゃあマジックミラさんお願いします、はい、さあこれマジックミラーゴーさんの、さあチュンリーですね、
さあ、お茶丸くんのバルログ対マジックミラゴロさんのチューブ。隙間に割り込んできましたね。さあこれはラッキーだが、さあ見えている相打ちだが、あー痛い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 、やめて、よしよしよし。さあどうなる、おテンション、さああるよこれ、オッケー、じゃあ、はいはい。さあこれは俺ですかね、俺が、うん、俺が先行った方が多分。フォークかと思いきや、カンシムが俺が行くと。この組み合わせはね、うわーこれは巧みっすね。これはもう1R0さんいいですね。さあ全1テレポが出た後に、いいですね、カーシムが追い詰めましたね。テルボがマジ全1ですね。さあ安くなっちゃったダルシム、おブラストが入って、おーインフェルノやりますね。2P は最後の一人ですね、藤沼チュンリー。さあ掴んで、さあこれねダルシムが結構攻める形になるんですよね、この組み合わせ。ああ背中蹴り、さあスラ投げ、重いくぐって掴んで、コパンドリル中キック、あクラゲ。さあこのダルシム動き早いと思ったらピヨって投げ、テレポ投げ、いやーあの画面端のムーブね、あれテレポしかないんですよね。さあ最後、川島チームはバイパーフォークですね、藤沼チュンリー対バイパーフォーク。さあすでに機械さんはどっかに行ってのじ合いをしてるんですね。もはや見てないわ。さあリードは藤沼チュンリー、しかしバイパーフォークはワンチャンでいける。さあテンションパラした、さあここはめくりから壊し100列。さあやばいですね。さあどうでしょうか、上から行くけど、まあフォークねきついけど、まあ、ワンチャンで持っていけるキャラなんで。さ
さあ中足、さあめくりから投げたのはチュンリー、きます。さあバックジャンプ中キック、強いなあの技。さあ来た、コンドルが刺さって大足、うわっ、はい、ジャンプ大パンから台風、ま、回しましたね、今回してましたね、熱くなってきた。あ、大パン食らうとね、ちょっとね、タイミング変わるんですよね。あ、タイミング変わるんすか。食らいのけ取りかなり長くて、なんか出しててもね、出てなかったりね、ボタン押すのが早すぎて、なんか漏れちゃってて、あー、なるほど、なんか勝利を食らったりするんですよね。なんだこの技強すぎる。あー、うわあ、最後は勝利漏れてしまいましたかね。暴れてない、暴れてなかったのは藤沼チュンリーが勝利。さあ勝利は機械チームが勝利しました。お疲れ様です。さあ、2P 側の機械チームおめでとうございます。じゃあ 2P チーム、じゃあ写真撮るんで、誰か、機械さん、機械さん隠し撮り、さあ 2P チーム集まれ、集まらない、集まらない。リンボーナイスね、このリーダはい、じゃあ今日のランバットはこれで終わりです。お疲れ様です。次は、次の大山のランバットは2月ですね。2月2日土曜日、第1土曜日にスター杯予選も、一緒にやるということで、スター杯予選がちょっと時間早めですね。じゃあ皆さんぜひ遊びに来てください。
Oh!
Oh!
Round 2, fight!
Thank you.
Come on!